どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、このウクレレを使う時に使う、じゃーん、このストラップっていうのは あるんですけど、このストラップいつも気になる方多いようで、質問すごくいただいてるんですよ。これはですね、毛糸を使ってですね、実は DIY で私の愛する妻が作っておるんですけども、なんと今回の動画はですね、この毛糸でできているウクレレ専用ストラップ、まあ専用ってことはないんですけど、ストラップの作り方を大公開しようと思います。それではですね、本日の講師の先生をお招きしようと思います。私の愛する妻でございます、梢様でございます。どうぞ梢様、こちらの方にいらっしゃってください。はい、1個の椅子に2人です。どうも、はじめまして。はじめまして。はい、妻ですよ。はい、私の奥さんがもう DIY がとにかく好きでですね、もういつもこういうなんか編み物をしたりミシンで塗ったりしてるんだよ ね。はい、でこれ今回ね、あのよく使って、で今はねもうこれ欲しいって方が多くて、都内ではねワークショップもやったりしてるんですよ。でまああのあまりあの反響が多いもんですから、これ結構簡単にできるって話で、じゃあ YouTube 動画で作り方をさ、もうみんなに教えてあげて、教えてあげてって、なんかまあそんな偉そうなもんじゃないのかもしれないけど、どういう風に作ってるかっていうのを公開して、みんな家で毛糸で作ってみればいいじゃんってことで、あの今日梢さんに作り方紹介していただこうと思いますので、じゃあ皆さん、ゆっくり見てください。あの YouTube デビューなんでね、ちょっと硬いかもしれないですけど、まあ私も最初のじゃ硬かったです。まあそんなことで、じゃあ梢さん、はい、あとはじゃあよろしく、ちょっと前通りますよ、すいませんね。じゃああとは説明よろしくね。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はこのウクレレストラップの説明、作り方の説明をさせていただこうと思います。これはですね、毛糸と、あといつもお作りしているのは革の、あの、なんていうんですかね、ピックをつけるところのものをつけてるんですけれども、ピックじゃない、ストラップピン、ね、ストラップピンのつけるところは革でできてるんですが、今日はこの前に毛糸だけでできてしまうというのをちょっとご紹介しようと思いますので、ぜひご覧ください。まずですね、用意するものは三つ編みをするので、毛糸三つ編みなので3色まで選ぶことができます。今回はこのピンクとブルーと、グレーの3色でちょっと挑戦してみたいと思います。そしてもう一つは、何でもいいんですけれども、毛糸の長さを均等に取りたいので、その基本となるこの紐を用意してください。でこの紐は 2.7m、 私はいつも、使ってます。なぜかというと、だいたいこのウクレレのストラップの長さが90センチぐらいなんですね。普通の、まあ、私とかで90センチぐらいなので、これのいろいろ作った結果、三つ編みをすると実は縮んでく、短くなっていくんですね。なのでこれが3倍、なので 2.7 メートルということで一応取っています。すごい身長の高い方とか、あとはあのお子様とかの場合は、今使っているストラップがもしあれば、それの3倍というふうにお考えください。じゃあちょっと実際に毛糸を抜いていこうと思います。で毛糸なんですが、よく手芸とかで使われる方はご存知だと思うんですけれども、中から抜きます。外から抜くとすごい大変なことになってしまうので、この中から毛糸を必ずこうクリクリ探すと最初の入り口があるので、それを引っ張って中から出します。でポイントなんですけども、毛糸をダラダラいっぱい出します。こうやって出して、なんで出すかっていうと、毛糸って伸びるんですね。伸びるので、ここからもうリボンに合わせて抜いてしまうと、毛糸がどんどん伸びてしまってるので、実際には 2.7 メートル取ってないことになってしまいます。ちょっとこれやってみようと思うんですが、こうやってリボンと一緒にキューって長さを合わせて取るんですけれども、引っ張って引っ張ってどん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 やっていくと、
リボンの方は伸びないので毛糸ばっかりが伸びきっちゃって実際は短くなってしまうということがあるので、ポイントはある程度こうやって出して毛糸をダラダラにして、こうやってリボンの 2.7 メートルを取ります。でこうやってリボンの 2.7 メートルが来たら、あ、ここなんだなと思ってもうリボンは離しちゃいます。であとはこの毛糸を私の今の基準は14本、1束14本でそれを 3束作ります。でこうやってこれも同じようにポイントは毛糸を引っ張り切らない、もう長い分には全然後で切っちゃえばいいので、どん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 ダラ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 集めていきます。でその時に1回1回切る必要はないので、また今度3周目ですよね、3周目をこうやって出してどんどん、ただひたすらまたここまで来たらクリッと折ってダラダラ根元の方から出して、こうあららら引っかかっちゃったな、こうやってダラ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 ひたすら14本になるまで束ねていきます。こうやってはい、これで今14本になりました。でできたらここ最後の毛糸を切ります。でこれでまず1本目が出来上がりと、ちょっとこれを仮置きしときます。そしてまた次同じように中から取っていきます。いきますよ。本当に13でまたこれも切ります。でこれで2束目が出来上がりと、よいしょ。で最後これですね、これもまた真ん中から出して、私の場合はあまり太いのが好きではないのでちょっと細身にしたかったのと、14本よりも細くなってしまうとちょっとこの毛糸感が出づらいかなと思ったので14本にしてるだけなので、あくまでも目安です。なのでご自分で太くしたいなっていう方はもっと太い本数、14本じゃなくて20本とかでも全然いいと思います。そしてこれが3束出来上がりました。1、2、3束これです。で次ですが、この3束を束ねます。もうどれでも使ってる3色のうちの1色を使って、2巻きぐらいちょっときつめに縛って、こんな感じですかね、こんな感じでちゃんときつめにキュキュと巻いて固結びしてしまいます。こうですね、こんな感じ。一応ね2回ぐらい固結びしといた方がいいと思います。こんな感じで固結びをきちんとしてください。でこちらの今ボサボサになってる方をここでパシンとカットします。
でこれはもういらないです。そうするとこんな感じでちょっと可愛らしいポンポンみたいな感じになるんですが、この3束を早速じゃあ次三つ編みしていきたいと思います。三つ編みの会場に移ります、はい、カメラ角度変えますんで一回切りますよ、はい、では、この縛った3束を三つ編みしたいと思います。で私の場合はですねこういう S カンを使うんですけれども、どこでもいいので引っ掛けられるところに引っ掛けて、でポイントはあまり低いところにかけちゃうと実はこんな長いので結構収集がつかなくなってしまいます。なのでちょっとまあ手が届くところの高いところに S カンをかけて、三つ編みは普通の三つ編みです。三つ編みやったことない方は内から外、内から外みたいな感じでちょっとあのイメージをしてもらって、あとでちょっとアップでも写しますけども、こうやって普通に三つ編みをしていくんですが、この時の大きなポイントはここで三つ編みをすると実はすごく長いので下でも同じように三つ編みをされてしまいます。なので3回くらい編んだらもう下もほどいていかないと大騒ぎなことになってしまうので、そこだけ集中して三つ編みすごいやっちゃうと下も同じような長さ編まれちゃうので収集がつかなくなるんで、そこだけお気をつけください。でこのままただひたすら三つ編みをしていきます。で三つ編みをする時のポイントなんですが、ちょっとカメラを一回寄らせたいと思いますのでお願いします。ではそのままいきなり打っていこうか。はい、ではどんな感じですか。こんな感じですか。これでいいですか。ここですね、ここをちょっと。で三つ編みなんですけどもポイントはこの親指です。常に親指で真ん中を押さえておくことが三つ編みをきれいに作るポイントです。これを押さえないとどんどんできるんだけどこうやってバラバラに三つ編みがなっていっちゃうんですね。ここが揃ってるかどんどん曲がってバラバラになるかがすごく綺麗にできるかどうかのポイントなので、必ず入れたら押さえる、入れたらもうちょっとこっち向けてやってもらっていいですか。そうそう、入れたら必ず押さえる、入れたら押さえる、ここが必ず大事です。で編み方なの、あの編むなんていうのかな硬さなんですけど、これは好みなんですが、私は実際にウクレレをかけるとちょっと伸びるので、あんまり伸びるのが好きではないので割と固めに編んでます。こうやってもあまり変わらない感じですよね。だけど柔らかい感じが好きな方はちょっとやってみますけど、こうやって大きく編んでもらっても全然いいと思います。だけどウクレレをかけるとビヨーンって伸びるので実際にはこういう感じに見えます。この手がね、そうそう、そっち向けに。実際にはこう可愛いんだけどもこういう風に実際にはなるので、それでもいいですよっていう方はこういう柔らかい感じで編んでみてください。これはもうお好みです。私はちょっとちゃんと編み込む方のこんな感じのこれぐらいの強さの編み方を今はしてます。でちょっと下見てもらうとこんな感じで編まれてしまってるので、これをほどきながら三つ編みをしないと後で大変なことになります。編んでいくから下を見るとごちゃごちゃになっちゃってるってことですね。そうそうそう、一緒に大きく編まれちゃってるので、それをほどきながらやる。そうそうそう、ほどきながらしないと大変なことになる。こんなに長いわけですからね。そうですね、こんなにもこんなにも長くなってる。そうなんです。じゃあこれをひたすら今は編んでいきます。はい、はい、でここまでたら編みづらかったらまたこの辺をここに引っ掛けて、編んでいくと。
こうやって最後までこれができたら、これができたらまた同じように紐で2巻きぐらいですかね、してもらって、こうやってまた同じように切りとここを固く縛ります。で、このいらない長いシャバシャバした方はさっきと同じようにカットします。じゃあ切っちゃいますね。ここを勢いよくパシンと落ちちゃった。そうするとこんな感じでここ両方がこうなっていて、三つ編みが出来上がりました。これですね。今ご説明したものなんですが、ここにワークショップの時に使っているものがあるんですけども、まずこれですね、毛糸3束を作るのに 2.7 メートルの何でもいいです、紐を用意してもらって、これに合わせて毛糸を均等に、なるべく均等に、1束が14本を、まあ、3束作ってくださいと。そして毛糸を取る時のポイントは、とにかく引っ張らないっていうのがポイントなので、ダラダラっていっぱい出してゆるーくゆるーく毛糸を取るようにしてください。そして3束をまとめるときはきつく固く縛ってくれ、縛るのがポイントです。どんどん毛糸が抜けていっちゃうのもあるので、必ずきつく固く 2,3 周くるくるして巻いて固く縛ってください。そして三つ編みをするときの大きなポイントが2つあって、まず1つは必ずこの親指で常に真ん中を押さえながらするのがポイントです。三つ編みを固くするか緩くするかはお好みですけども、ウクレレをかけた分伸びるので、ちょっとイメージが変わるので、そこだけお気をつけください。そしてこっちですね、三つ編みしていくと、張り切っていっぱいしていくと下も張り切って三つ編みされてしまいますので、後でこんがらがって大変なことになってしまうので、そこだけ気をつけて、ほどきながら三つ編みを必ずするようにしてくださいという感じが、毛糸だけで作ることができますよっていうストラップのご紹介でした。はい、では、毛糸が三つ編みできましたので、これをじゃあウクレレにつけれるようにしたいと思います。まずこれできた三つ編みですが、これをね、これごと まず2つにちょっと長めに、こっち側を長めにして2つに折ります。でこれごとこうやって縛っちゃいます。こんな感じ。そうするとここにちょっとした穴ができますね。こんな感じ、ここにこんな感じあるかな、こんな感じで、ここにここにこの使わない残った毛糸、青でも何でもねいいんですけど、ちょっと私はピンクを使おうと思いますが、これでこれをねこの穴に通します。通します、こうやって通して、通してこれを輪っかに先っぽの毛糸を通します。そうするとこうなります。こうなったものをウクレレのピンのここに直接直接縛ってもいいかな。じゃあ持っていってあげる。こんな感じでこうやって直
直接もう縛っちゃいます。こうやって、でここはもうね、リボン結びとか柔らかい結び方しておくとちょっと取れた時に危険なので、まあ、ここも片結びにしちゃいます。そうするとこれヒラヒラさせといてこんな感じで、はい、あ、そしてこのこれストラップピン、ストラップピンって言うんですけど、これついてない方、以前ね、私がこのストラップピンの取り付け方を解説してる動画があるんで、ここにリンクを貼っときます。ちょっと後で見てみてくださいね。はい、じゃあどうぞ続いて、はい、でこれを両方かけるんですが、毛糸がもし長かったらこっちのこっちも同じようにね、こうやってピンがさ、縛って反対も同じように作って、で今度は青でやろうかな。青で糸をこうやって通して鼻に入れて、またこっち側のストラップピンにも縛る。で実際にこれ出来上がるんですけども、もし長かったらどちらかをもう短くまた切って、縛りな片結びし直して同じような作業をしてもらって調節してもらってもいいと思います。それかこのこっちがね、これを長くしといて尻尾みたいにしても可愛いと思いますので、こんな感じであえて長くしとくのも可愛いと思います。あとはこっちのピンにつけないでネックの方につけたい方もいると思いますので、その場合はこの毛糸自体をもっと長めにするといいですよね。していくんですけども、こうやって刺し同じようにはして、そしてここにここにネックのこの弦の下に通してこうやって縛る。そうするとこれでこっちにストラップのピンを開けない方はこんな感じで縛って使ってみてください。そしてもう一つなんですけども、ちょっとこの一本じゃね不安だわっていう場合には、三つ編みがもし飽きてないんだったら同じような3色でこんな感じで細い三つ編みすると結構可愛くないですか。でこれをこの縛ったところに同じように強度がね増すので、ちょっと毛糸だとね一本だと不安だわっていう方は同じようにこうやって作ると、同じね同系色の全く同じののこう大きいのと小さい三つ編みみたいな感じで可愛いかなと思うんですけども、でこれをね今度はまたここで同じように縛っちゃいます。ピンがここに入ればいいかなと思って、そうするとさっきの縛り切っちゃうと取り外しがちょっと難しいんだけども、こうしとくとここにサクッとピンを刺してこんな感じでちょっと垂れ下げてね可愛いかなっていう風になりますので、こんな使い方もいいんじゃないかなと思います。あと毛糸の材質なんですけれども、これも好みなんですけども、私個人的にはアクリルだけだとちょっとゴワゴワした感じがするので、あまり肌触りがね
気持ちよくないなというふうに思ったので、私はアクリルと少し毛が入ったものを使っていますが、これもお好みですので、100円ショップとかでね、アクリル 100% とかも売ってますので、試したいなという方はいろんな形で試してみてください。はい、今回はこの3色で編みますけども、これはね、説明するときにきちんと色が分かりやすいようにこの可愛い3色を使いました。その他にも実はこんな単色があったりとかするんですけども、これも同じように14本の束を3束作って編んでいって同じ形です。あとは逆に14本使うので14色使ってしまうクレイジーカラーというのもありますので、こんな感じでいろんな3色にこだわらないでいろんなパターンでオリジナルが作れます。はい、ということで毛糸で作るストラップ完成です。やったー。もうだからこれだけで、一応毛糸だけでね、一応ウクレレストラップはこれできますよっていう最初の、今まで何もやったことない人はこれのやつでもいいですよということですけれども、はい、そしてなんかこれは、これはこんな感じでね、実は細い革も売ってますので、この毛糸の部分をこの革に変えてみるだけでもだいぶ雰囲気が変わって、高級感あるし、そうそうそう、革だとやっぱりこう丈夫なので、ね、これじゃあちょっと使ってると切れちゃうかもしれない、ね、かもしれないので、うん、ぜひこう手芸さんとか行って、こういう革とかも細い柔らかい革も売ってますので、うん、探してみてください。はい、はい、ということで完成いたしました。完成、やったー、おめでとうございます。そしてこれからは、はい、こだわる方に向けてですね、はい、上級編じゃないですけど、はい、本当はねこういうね革でできてるんですよ。この革のところをこれから解説しようと思います。この作り方これからやりますよ。はい、ではこれからはストラップピンのこのストラップにピンにつけるこの革の作り方をやろうと思います。まあうちのこういうですよ、レザーの巻きガラス、これ1メートルとかで持ってんでしょ、10センチ単位で洋裁ショップっていうのかな、なんていうの、湯沢屋とか岡田屋さんみたいなところのどこ行くと売ってるらしいんですよ。これ幅がこれ何センチですか？ 1.5 の幅でガズレレのストラップ、ガズレレクイスティのストラップが作られてるんで、これをですね用意してください。でここにね、いつももう分かりきってることなんで下書きがしてあります。で ここまずね、何センチに切るんですか、ここの長さは10センチ。ここの長さ、ここからここまで10センチです。でハサミでねここ切るのね、結構力がいるんですよ、レザーで本当に革だからね。なのでうちではですね、もうちゃんと専用の工具がいろいろもうあるんです。まずこれのみですね、のみがねこれが便利なんですよ。これのみって言うんだよね、これのみ。あとハンマー、あとね叩いても大丈夫なゴムのクッションみたいな、こういうね工具がいるんですよね。まあ、もちろん工具がなくてもできるんだけど、まあ、ちょっといつもの流れでやっちゃいます。まずここから端っこから10センチを印つけといて、こののみでいつものパターンでいきますからね、ハンマーでポンってやると、はい、10センチで切りました。そしてここのねのみの幅がちょうどねストラップピンの長さに合ってるものをこれ買ってるんで、ここは何センチだっけ、だいたい 2.5 センチ。ここのね、ここの今から作るここにこういう風に穴っていうか切れ目を入れるんだけど、ここの幅が 2.5 センチぐらいなんで、これ 2.5 センチぐらいのここの幅なんですけど、こののみでまあ、これを見せとこうか、こういう感じで印つけておくんですよ。こうです、ここが 2.5 で、でここがねどうなるかっていうと、こういう風に合わさってここの点とここの点がこういう風に向き合って、ここね後で縫い付けるんですよ、糸で、針と糸で。なんでここにも縫い穴を開けて、こっちは切れ目を入れる。今こっちの切れ目からいきます。ちょうどこれがいい同じサイズなんで、こういう風に当てがっておいて、このハンマーを使ってダン、そうするとこのようにジャンと切れ目が入ります。切れ目、こういう、これを要はストラップピンに通すわけですからね、ここの穴を、はい、ストラップピンにここにこう通せるようになる、はい、ほい通った、こういうふうになるようにしてます。今この穴を開けました。そして、はい、今度こっち側ですね。これはですね、これからここ針と糸を使って縫うんだけれども、革だから針が入んないんですよ。なので
こういう皮を加工する専用のこれなんか名前あるんですか？フォークみたいな。忘れちゃったって。こういうね金具を買ってあるんですよね。でもこれ一般の人は持ってないですよね。だからこの辺がちょっと難しいところなんですけど、まあこれこだわる人でいいと思います。大した金額ではないのかな、これ。大して金額ではないけど、なんかこれを買うっていうのはね、まあ、なかなか趣味に本当にしてる。でこれをですね見てください。ここに今下書きがあるでしょ。これをフォークみたいなのをここにうまいことこう当てて、こういう風に当てて、ここハンマーで叩くとここに3つ穴開くっていうことになってるんですよ。ちょっとやってみましょう。これね、ここにマークしといて、はい、そうするとほら突き抜けたでしょ、こっちにフォークみたいに。ここを縫っていくってわけですよ。ここをほら今穴が開いた、はい。でここからここ何センチですか？ここからここ3センチ。ここからここ、え、本当ここ 2.5 にここ3、あ、そうここと、ここだよ、ここまでが3センチ。どこから、ここから、うん、じゃあ 2.5mm、まあ、ここの端からここまでが3センチになってて、これを5ミリぐらいこっちに入ってるからっていう感じらしいです。ここが3センチで、だここの5ミリぐらいこっちに当てるから 2.5 ミリぐらいだと、 2.5 センチぐらいの感覚だと思うんですよね。ちょっと表現が難しくて、あ、じゃあもう片っぽのこっち側も開けますよ。よし、はい、でできました。見てください、ここ3つ、ここ3つ今穴が開いて、ここに切れ目が先で、これからねここの穴開けて細いやつをこういう風に巻いて、こことここを針と糸でこのような形に縫い付けて、ここを縫うのね、こっちとこっちで。それでその中にこの D 缶っていう金具、これも洋裁ショップに売ってるんですよね、はい。これをこう通すわけですよ。こうこの D 缶っていう金具をこう通して、ここで針と糸を使って縫うと、こういう、でここをさっき作った毛糸のやつを結びつけるわけですね、ここに。で今からこれ縫うのをやるんですけど、完成品を見るとどうなってるかというと、あれ完成品どこや、これかな。そうするとこういうふうにここに D 缶がついてて、ここに毛糸が結びついてて、でここはストラップピンに引っかかるという、こういうことになってます。なので今からじゃあこれを縫い付ける作業とか、その革のちょっとした加工をじゃあ小杉さんの方からやってもらいます。はい、それでは革の処理に進みたいと思います。まずですね、さっきガツさんが穴を開けたりカットしてくれたものがあるんですけども、これですね、こちらです。でこれをどうするかっていうことなんですが、ちょっとねこれケバケバしてるんですよね、革だから。こういう切ったところとか、あとはこういう裏とかですかね、裏がちょっとケバケバしたりとかしてるので、これを滑らかにしたいと思います。でこんな感じの角とか、あとはこのここですね、これこれ、このこういうところが意外とケバケバしてるので、こういうところをきれいにしていきたいと思いますが、何を使うかというと、私はこれを使ってます。トコフィニッシュっていうものらしいんですけど、まあ皮がケバケバしているのを滑らかにしますよっていうものなんですけど、でこんな簡単なね、何でもいいです。布を使って透明の液体なんですよね、ちょっととろんとした。でこれをこういうところ、こういうね、ちょっとなってるところに、気になるところをある程度やってもらうと、こっちは切りっぱなしでこんなザラザラした感じなんだけど、こっちはちょっとこうつるんとした感じになっていくという形です。そしてこれが出来上がったとして、じゃあこれを実際に縫っていきます。先ほどのこの D 缶、これと革を合わせます。まあここにさっき縫い目を作ってくれたので、こう通してこれを
こうやって縫い合わせるんですね。こんな感じ。じゃあ縫い合わせますね。で、糸は普通の縫い物の糸だと全然革の針に負けてしまうので、こういう革専用のものが売ってます。で、私は太いのじゃなくて細いのを使って、もう全然細いので十分なので、あんまり重いものを使うものでもないので、細いので縫いやすいもので縫っています。こんな感じの糸ですね。で、縫い方は並縫いです。単純に。ただポイントとしては、ここの外を通したいんですね。そうすると強度がつくというか、あの安定するので、紙でお見せするとこんな感じです。最初スタートは始まって、この外を一回糸が通った後に並縫いして、ただ進んでいくと、今度行った先も外を回ってくると、今度同じように並縫いで帰ってきて、前も後ろも両方縫い目がちゃんとつきますよっていう形になりますので、単純な並縫いで帰ってきます。ポイントは外を必ず回って帰ってくるところがポイントです。じゃあちょっと縫いますね。普通にこう通して、外を通って、外を通って戻ってきます。こんな感じで必ず外を通ります。そうするとここがちゃんと安定してね、あのキュッと締まるので、ここがポイントです。あとは普通の並縫いをします。で、ここまでできたら、ちゃんとここのね、外を通ってるのがポイントですね。外をきちんと通っている。で、ここまで来たら普通に玉結びして終わります。で、私はですけど、ここ最後、まあ、どこの穴でもいいんですけど、もう一回通してあげて表に出して、これを根元でパチンと切ってしまいます。ハサミが忘れちゃったな。よいしょと、取ってきて。こうやって出来上がったパーツがありまして、これをじゃあ毛糸に実際にはめてみようということなんですけど、さっきのこの三つ編みしたもの、今度はこれを合わせます。で、この D カンのこの穴に無理やり毛糸を入れちゃいます。毛糸なんでね、伸び縮み自由なので、ここでキュキュキュッと入れて、こんな感じで通しちゃいます。こんな感じですね。で、これをさっきと同じようにまた長めに折って、これをこれごとまた縛っちゃいます。やり方はさっきと同じですね。こんな感じ。そうするともうさっきの穴に自動的に D カンが入っていることになりますので、もうこれで完成です。で、これ両方つけたバージョンになりますので、ウクレレに実際につけてみると、これで出来上がりました。ウクレレストラップ完成です。やった、はい、
お疲れ様でした。ありがとうございました。こういうこれが小杖さんの作るウクレレのストラップ、ガズレレウクレレストラップの全貌でございまして、皆さんお時間ある時に まずは毛糸の部分作って、もし余裕があったらね、これなんていうの、洋裁屋さんっていうのはあるの、うん、で行ってこうレザーとかなんかちょっとこれこだわってやってみるのもいいかと思うんで、ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございます。はい、ガズレレホームページご覧になってください。はい、まあこういうこともね、ウクレレ弾くばっかじゃなくて、こういうちょっと自分で、あ、こういうのね作ったらまた愛着も増してきますんで、はい、ぜひとも皆さん、楽しい音楽人生を、はい、ホームページもいろいろ見てくださいね。はい、どうもありがとうございました。さようなら皆さん、バイバイ。ガズレレでした。バイバイ。